ウィンダム・ハルスウェルはイギリスの陸上競技選手。1908年ロンドンオリンピックの金メダリストである。ロンドン出身。母方の祖父がスコットランド人だったため、彼自身もスコットランド人としてのアイデンティティを強く持っていた。彼は陸軍に入隊する前のインデペンデントスクール時代から優れた陸上選手として知られていたが、 彼の素質が認められるようになったのは第二次防和戦争のため南アフリカの連帯に所属していた頃からであった。しかし、ハルソェルは1904年に英国に帰国するまで本格的に陸上に取り組むことはなかった。1905年にはスコットランドと英国選手権の440ヤードを制す。1906年にはアテネオリンピックの400メートルで 銀メダル800メートルで銅メダルを獲得した。スコットランドに帰国後、スコットランド選手権で100ヤード、220ヤード、440ヤード、880ヤードの4種目を制覇。すべて同じ日の午後に達成するという離れ技であった。1907年は足の故障のため良い成績を残すことができなかったが、 1908年には300ヤードで31.2秒の世界新記録を樹立する。翌年の1908年、ハルソウェルは地元ロンドンでのオリンピックの400メートルに出場する。7月21日に行われた準決勝を48.4秒のオリンピック新記録で決勝に勝ち上がった。2日後の7月23日に決勝は 彼と3人のアメリカ人により4人で行われることとなった。決勝のレースは、ウィリアム・ロビンスが先頭2位にジョン・カー・ペンター、3番目にハルスウェルという順番で最後のホームストレートに入ってきた。ここでカー・ペンターとハルスウェルがロビンスを抜きにかかると、ここで審判から反則の声が上がった。レースはカー・ペンターが1位、ロビンスが2位。 ハルスウェルが3位でフィニッシュした。しかし、カーペンターがハルスウェルの走路を侵害したとのことでレースは無効の判定が下された。写真判定では、確かにカーペンターはハルスウェルの走路をブロックしていたが、このようなブロックはアメリカのルールでは認められているものであった。しかし、この大会はイギリスのルールを適用し運営されていたため、カーペンターは失格。 カーペンターを除いた3人により、2日後の7月25日に再レースを行うこととなった。しかし、残り2人のアメリカ選手は再レースを拒否。再レースはハルスウェル一人によって行われ、歩いても優勝という中、50.0秒で金メダルを獲得。銀メダル、銅メダルは該当なしという陳事となった。この騒動が起こった後、 次回の1912年ストックホルムオリンピックから400メートル走においても、セパレートコースで行われることとなり、また、国際陸上競技連盟が設立され、陸上競技におけるルールの統一化が図られることとなった。こうした事態が起きた背景には、当時の世界帝国であったイギリスと、急速に国力をつけていたアメリカとの対抗意識もあり、他の競技でもトラブルが起きていた。 この状況を危惧したペンシルベニア大司教のエゼルバート・タルボットがオリンピックにおいて重要なのは勝利することよりむしろ参加したことであろうと説教で語ったのはこのオリンピックの時のことであるその後ハルスウェルは陸上競技をやめグラスゴーレンジャースに入団再びトラックを走ることはなかったハルスウェルは第一次世界大戦に従軍し 1915年3月31日にフランスのルーブ・シャペルの戦いにおいて狙撃され戦死した。ありがとうございます。